タナハ、入るわよ。邪魔するわよ。って、誰もいないじゃない。お、霊夢。ようやく来たか。その声は、マリサ？おう、お前の友人こと、霧雨マリサだぜ。ふむ、マリサも相変わらずね。お前もな。で、マリサがここにいるということは、あんたもガナハに呼ばれたの？そうだぜ、ちょっと話がある、って言われてな。あいつから連絡が来ることはあまりないから、なんだろうなって思ってきたんだよな。なるほど。言われてみれば確かにその通りね。だけど、その呼び出した張本人がいないって一体どういうことかしら？まあ、ガナハにも色々と用事があるんだろうな。あいつも、仕事とか学校とか色々あるしさ。まあ、言われてみれば確かにそうね。だろ？まあ、せっかく来たんだしさ。あいつが帰ってくるまでゆっくりしていこうぜ。それもそうね。じゃあ、帰ってくるまで待っていましょうか。おう、わかったぜ。ただいまー。あー、待たせてしまったかな。マルサ、ごめん、遅れてしまった。って、あれ？反応なし？ん？あー、寝てしまったのか。それに、ちゃっかりレイバーまでいるし。二人には悪いことをしてしまったな。あら、お二人とも寝てしまったんですか。どうやらそのようですね。その声は、業務にうどんけか。悪い、今から準備するからちょっと待っててくれ。お待たせ、待たせてしまって悪いな。いえいえ、もともとは私たちが準備に時間がかかってしまったので、あなたが悪いというわけではありませんよ。確かにそうですね。あの二人には待たせてしまい、申し訳ないですね。そうか。まあ、そう言ってくれると助かるよ。ありがとう。それでガナハさん、なんで私たちを呼んだのですか？ああ、そうだ。それを伝えないといけないんだった。まあ、大したことではないと思うんだけど、小ヶ原がちょっと体調を崩してしまってな。それは、さぞお辛いでしょうね。それで、小ヶ原を休ませると同時に、しばらくは俺一人でやっていこうと思うんだ。まあ、と言ってもほとんど、とってみたとかとか、一部ラブばっかりになるんだ。まあ、それに関しては、ガナハさんのやりやすいようにすればいいと思いますよ。そうか。まあでも、おかげでちょっと気分が軽くなったよ。ありがとう、礼を言うよ。いえいえ、お礼を言われるようなことはしてませんよ。でも、そのお言葉のおかげで、だいぶ気持ちが楽になったよ。ありがとう。ああ、そうだ。これからちょっと準備があるんだけど、二人ともちょっと手伝ってくれないか？はい、わかりました。改めて皆さん、こんにちは。ガナハマドカです。本日は皆さんにお知らせが2点ほどございます。それでは早速ではありますが、始めさせていただきます。まずは、ボイスドラマに関するお知らせです。実は、小ヶ原蓮、犬走りもみじの役者さんが、急遽降板することになりました。そこで、この2人のキャラクターの声優さんのオーディションを、緊急に開催させていただきたいと思います。次の画像に、このオーディション企画に関する詳細を発表させていただいておりますので、参加希望の方は、ぜひともご確認のほどよろしくお願いいたします。次は、今後の活動について説明をさせていただきます。今後は、小ヶ原蓮が休止しているため、しばらくこのアカウントは、私、ガナハマドカ、単体での活動になります。そして、私のメインアカ、ガナハマドカ名義のアカウントは、ライブ専用のアカウントに移行させていただきます。そして、3つ目は、いろいろと皆様にはご迷惑をおかけしますが、
何卒よろしくお願いいたします。以上が皆様に対するお知らせでございました。それでは本日の動画はこれで締めさせていただきたいと思っております。皆さん、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。また次回もゆっくりしていってね。